うん。いや、疲れたな。うん。疲れた。パッとオープニングですね。うん。いや、なんかこう、つかみの30秒が大事なのに、何をしてるんですか。そう、大事なんですけどね。こう、なんかこう、疲れたかなっていう、うん。なんか、安富さんが選挙に絶望をしていてですね。で、それで、疲れたと。やる気があまりっていうところにですね、その安富さんをですね、まあまあ、でもそういうやつ、こうやって、こうやったらね、ほらほら、本が売れてよかったよかったよかったっていうふうに、こうやるのに疲れたかなっていう、もう、うん、いやいや、盾を国民ですよ、盾を国民。議連座日だよ、もう、本当。立憲民主党の泉健太がさ、盾あをの市民国民、欲物価求に高を変えて、怒りに盾変えをて国民。っていうふうにこう言ってんすよ。もう本当にもう、いやちょっともう、突っ込みどころが多すぎて、もうなんか、のけぞったわ、いもや、盾を国民じゃねえよっていうね、う。これ物価高を怒りに変えてっていうふうにこう言ってるんですけどね。そうかそうか。ひどすぎるよな、これは。泉健太さんがそういうふうにね、発言されたと、これは議連座日ですね。議が、連座日は人種人種差別主義者の、記者のアシストですか。差別主義者のファシストで悪役として描かれている人のセリフの上に親殺し。こんな人使って、なんでお前はこれで人気出ると思ったんだ、やばいだろうって。いやもうちょっとな、いくらなんでもこれもうあかんやん。いや、もう、分かってん、ガンダムとヒいトうラ作ーで、品の中で、ヒトラーじゃなくて、ヒトラーの尻尾と言われたんです。だから、ヒトラー、尻尾と言われた。部品です。一部です。ヒトラーは尻尾と言われたんですね。で、まあ、いい、もう、ああ。ちゅうわけで、もうなんかもうこんな時にこんなん出たらもうちょっと、なえませんか。でも、私ね、安富さんが、その、絶望できるって、贅沢品だなって思ったんですよ。私。絶望は贅沢品。絶望は贅沢品。っていうのも、そう。いや、絶望まあ、し絶て望したらも、死ぬからな。絶追い込まれ望、てる状況で絶望したら死ぬからな。追い込まれてる状況で、絶望したら死ぬから、絶望とか言ってても、とはいえ何かして売らないと、生きていかないとっていうので、なんか安富さんが、ああ、絶望したもう選挙なんて、ああ、もうこんなんて言ってて、いいな、羨ましい。羨ましい。もうロスジェネ世代にはないな、そういうの、いいな、羨ましいな、羨ましいな、くさ、くさ、くなんさ、か。やっぱりロスジェネ世代は、より上を全て抹殺しなければな、もう維新に投票する俺はっていうふうにこうなっちゃうよ、このままだ。そういうの生んでますよ、絶望してやる気なくすっていうのは。いやいや、でもそれはどうかな。まあでもアウシュビッツ収容所の生き残りの方のですね、ドキュメンタリーっていうのを子供の頃に見たんですけど、そこでその生き残った方が、生死、心の中をね、希望と横顔が流れてる間、人は生きられるのですそうっでてす言ってはっね。たんですけど。その希望の側が枯れると死ぬんですね、やっぱりそうです。収容所だと。だから希望の側が枯れてもまだ生きてるっていうのは、これはその平和で豊かでそうですよ。ということによって実現されてる素晴らしこい。となんだけど、それいいことなのかっていう感じもす日るの本かはなって平和思だうね。もう民主主義に絶望できても、絶望した。ああ、もうこんなに世の中あらへんわ。まあでもとりあえずご飯食えるわ。でもちょっと怪しくなってきたね、もうそれもね。まあでもとにかく、ちょっと怪これはすしごく、いわ、でもね、怪システしムくのなこっの。てきたから、今のうちにもっとちゃんと稼いで備えて改革とかいろいろ進めてかなあかんねんけど、もうでも絶望した。いや、もうでもこれちょっと、あ言えまるりにもの？すごい。でも言えるのって、羨ましい。羨ましいですよ、言え安る富のっさん。て、だから、すごくない？この唯一さ、この立憲民主党をなんとか踏みとどまらないといけないときに、
ギレンザビでしたね。ギレンザビごっこするとかさ、おい、ちょっとさ、これヒトラーのセリフを引用すると多分変わらんよ。正確に言っておきますか。何というふうに言ったのか。この物価高にはもっともっと怒っていただきたい。まさに盾を国民。私は皆さんにお伝えしたい。この悲しみ、この苦しみを怒りに変えて盾を国民。我々は自由民主党に比べれば戦力は少ないけど、しかし正義の戦いをしている。僕がちっちゃい頃、ラジカセで機動戦士ガンダムを録音し、セリフを覚えた。主要キャラクターのガルマが死んだ時、兄のギレン総帥が追悼演説をした。そのと一説に悲しみを怒りに変えて盾を国民っていうのがあった。皆さん国民って言っても立憲民主ですからね。もうなんかもうもなんか最後のところは情けなすう。ぎるさ、もう何も考えて喋ってるやろ、お前っていうのは、ありありでさ。もう、でもいいんですよ、やっとみさん。どれだけ絶望しても、それは奮起の材料にしなければダメです。恐ろしすぎる。ね。それファシズムやって。絶望したとしてもね。いや、だからそこでさ、世の中ひどくなってるもんね。ファシズムや。とりあえず今日のご飯食べよう。あ、なんて羨ましい人生なんだ。クソ、腹立つ。なんで？いや、ロス連世代とか、貧困に陥ってる人たちは、そんな贅沢もできずにですね、今日も働いてるんですよ、クソ暑い中。だから、お金が多少ゆとりが、と時間があるんだったら、絶望して、その上で頭を働かして、変わっていかないとダメなんですよ。でもなんかね、でも、私はしてる絶望、でもそのこのシステム作動、でも変えないといけないシステム作動じゃない。変えないといけないよ。そうなの？でもシステム作動を変えるにはさ、システムに乗ってはいけないじゃないですそうね。か。だけど、乗りまくってるよね、みんな。で、じゃあ乗りまくってる人たちに、その、お前の乗ってる船自体が全部あかんから変わらなあかんねんっていうふうに言っても変わらないじゃないですか。変わらないじゃないですか。だからそこをなんとかせなあかんからずっと頑張って一月待つとしてるわけですけど。そうだったっけな。そうだったんだけど。そうなんだよ。そうなんですけど、そうなんですそうけなんですよ。ど、そうなんですけど、届かないんだよね、残念ながらね。だから、まあいいよ。そうだ、届かない。絶望しよう。世間が悪い。世の中が悪い。私たちの話を聞かない奴らが悪い。まったくもういや、ダそメのこと言ってだない。な。今日もご飯。話が通じないのに絶望してるわけで今す。日もご飯を食べる。もぐもぐ。だから話が通じないんだったら話し方変えないと。話し方変えないと。そうね。話し方変えないと。変えた、今。変えた？変変えた、変えた。えた？変えた？変えた？本当に変わった？じゃあまずですね、日本でですね、最も売れるやり方、人気が出る方法っていうのをちゃんとね、考えていくとですね、安富さんにこれを言うのはですね、ギャグですよ、いいですか？あなたの立場を明確にするっていうことですよ。立場というものだけを、立場という仕組みを、を否定しちゃダメなんです。立場を明確にしなきゃダメなんですよ。反立場主義っていうのは何なんですそれ立場になってない。ね。ダメだ、なってない、なってない。まあ、そういうのもあってね、一生懸命どうやったら売れるかって考えてきたけども、なかなかきつい状態が続きますな、本当に。選一体挙、どうしたんですか、その、え、何？あ、選挙。でもなんか、これですね、この支持率、毎日新聞の、この謎の調査、何なんですか、これ。それ7万9000件調査したんです。電話、自動音多い声ね、と。多いね、多いね。最初ね、内閣支持率のね、今日ね、いつもだったらね、
こういう感じでね、始めたんですよ。こういう感じで。最初の30秒いきますか。1、2、3。内閣支持率 41%、投票必ず多分 86%、参議院選挙。なんと1週間前の毎日新聞と比べてですね、7ポイントも下がった、内閣支持率。自民党政権楽勝ムードからですね、一気に逆風が吹いてきました。一体これはどういうことなのか、今日も東京大学の安富さんと話をしていきたいな。みたいな、そういう感じやってるけど、そういうネタでいこうかなと思ってたんですよ。思ったんですよ。なぜしてなかったんですか、それを。なぜしてなかったんですか。もう疲れたな。だって一生懸命こうやってこうちょっと盛り上げよう盛り上げよう盛り上げようって言ってね、こう選挙でどうなってる、ああだこうだって言ったら、まあ選挙自体がもう意味ないですからみたいな、まあ選挙って進むだけ自体がダメですわって、はい終了です、おしまいっていうところを一生懸命こうやって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 ね、安富さんの本買ってねっていう風に持っていくんやけど、なんか、成り立ってないんだよね、賞として、賞として。賞として。賞として成り立ってないですよ、賞として。うん、いや昔、満州国の研究会っていうのは、満州国研究会っていう、人文科学研究所で、私が、大学院生とか助手の時にありましてですね、山本雄三先生っていう先生が。班長で、それはもうすごい、ものすごい成功した研究会で、そこから何冊も本が生み出されて、みんな片っ端からなんか吉野作造賞だとか日経賞だとかさ、みんな次々受賞するっていうすごい研究会だったんですけど、そこでね、その満州国にね、議会っぽいものがあったんですよ。ないんやけどね、その満州国にはその共和会っていうのがあってさ、それはナチス党、ドイツのナチス党みたいなものをイメージして作られた、議会に代わる新しいシステムみたいなものがあってですね、定義上、全満州国の住民は、満州国って国民いないんです、国民を定義する国籍法がなかったんで、満州に住んでるやつはみんな共和会の会員だみたいな、意味わけのわからないものがあってですね、その教会の総会っていうのが年に1回か2回か開かれてたんだけど、それがちょっと議会っぽい役割を果たしてたんです。で、それについての報告をね、マール先生がしたんだけど、完全にほぼやらせなんだけど、そのやらせのシャンシャンやらせ大会なんだけど、それでもね、いくらなんでもこれはひどいだろうみたいな話がこう出てくるんです、でそれに対してですね、その政府がなんか、いやそれはなんとかかんとかどうたらこうたらとかって言ったことに言うんですけど、最後に総括でね、その簡単な、その協会の会長って誰やったかな、合わせて、それがそのなんかちょっと議会っぽいところもあったりなんかして非常に良くなかったみたいなこと言ってるんですね、野党が質問する質問みたいなことをするやつが言って、返上によくないみたいなことを言ってて、本当クソだな、この会議っていうことは、よくわかるんですけど、でも、その話を聞いててね、トータルに考えたら、これ、日本で議会って言ってるものと、本質は変わらんよなって思って、なるほど。確かにもっと手は込んでるし、それにその野党もあるし。でその国会議員に対しては政府は説明しないといけないっていう義務も一応あるし、で官僚たちはですね、徹夜徹夜で質問書を書くんだけど、説明書、それをその大臣は棒読みするんだけどさ、答弁書を棒読みするんだけどさ、だからその手が込んでるっていうのがすごい一大はです、以外はですね、本質的にあんまり変わらんなっていう感じを受けたんです。でそれで私がだからそれなんか議会っていうのは本質的にそのガス抜きに過ぎないんじゃないかみたいなことを言ったら、その山室伸一先生って有名な政治学者が「キメラ」って本を書いて、吉野作造賞受賞された方ですけど、がその「いやそんなことはないんだ」と、議会というのはそのすごい厳しいもんなんだと。いうふうに言ってですね、すごく怒ってはったんですね、でそれはなぜかっていうと、その山本さんはもともと参議院、東大出て参議院で働いてから助手になってはるんですね、
だから、その議会でやり取りとか、俺のどれだけ大変かってよくご存知だから、そう言ったんだけど、それずっと引っかかっててですね、その問題がね。で、それが一体、どうしてわけのわからないやり取り、そしてその官僚たちが全力を挙げてね、ごまかしにかかっているっていう。で、そのごまかしで切れないことでもですね、あの手この手でごまかしてくるっていう、怒涛のようなごまかしがあるじゃないですか。で、それを生み出すのが大変だからといって、本質は変わらないよねってずっと思ったんです。だけど、そこを本質だと思えているんですよね、その山室さんなんかは。で、このズレはどっから来るんだろうと思ってたんだけど、まあ、東大に来て数年して分かったんですけど、そのごまかしプロレスみたいなところが、そのアカデミズムとか知性とか呼ばれるものなわけです、東京大学においては。それはその一つのその文化なんだよね、その官僚たちを生み出し続けてきた明治以来。その機構においてはね、そのごまかしプロレスの技っていうのがかかったりかからなかったりするっていうのが、やっぱリアルな現象になるわけですよね。で、それをそのごまかしなんかする必要もないような満州国の共和会、一蹴できるような共和会と一緒にしてはならないっていう、そこが議会制民主主義と議会が何もないようなところの違いであるっていう、そこに線が引かれてるんですよ。でもそれおかしいよね、そこに線はないよね、そこは程度問題にしか過ぎないんですよ。リアルな線っていうのは、人々の感じてる痛みとか苦しみとかがきちんとその権力システムにフィードバックされるっていうところにあるじゃそんな政府はどこにあるんだろないですか。いや、そうないよ。ないないね。よ。ないけど、人々が自分たちが踏みつけにされてるとかって思わないとしたらさ、それしかないよね。でもまあ、マネジメントにおいてはそうじゃないですか。マネジメント。フィードバックと学習が作動してるような組織がですね、マネジメントされてる組織でしょ。で、それはでもその、ごまかしの手続きが素晴らしく複雑であるか、強権的にごまかしが蹴飛ばされるかの間には線はないよね、フィードバックが起きるかどうかに、フィードバックし関して言うんだましょうろよ、うちらも。何を。うちらもしましょうよ、もう。やる気出えへん、こんな日本終わりやで。だからこうやってやっていきましょうよって言っても、もうやってる何よ、だから年日続々けやってた、るんもうじゃこないのですやか、り取りを、もうフィードバック大事言うんやったら、安富さんがフィードバックしようよ、売れるという目的に対して。まあ、その売れる目的、いや、そこにはやっぱり、ね、売れるも一つの手段に過ぎないじゃないですか、その変革のためいや、だからに。売れね、るために、でもそのさ、売る、その売れるために、そこがねじれてしまったら大変でしょ？じゃあもう売れなくてもいいか、もいや、だからねじらない形で売れるように持っていく努力をずっと続けてるわけでう。す。で、それがずっと敗北してるんだったら、やっぱり変わった方がいいじゃないですか、それは。だからそれはだから、その、まだ見つかってないわけですよ。で、その見つかってない、なんか気合と根性でやってきたけども、大丈夫、大丈夫、見つかる、見つかる。大丈夫、大丈夫、見つかるって夜言明けえはるの近い。も、もう夜明けいい。前が一番暗い。いや、いいなぁ、贅沢でいいなぁ、もう、本当に、見つかるとかっていう希望とかないから売ってるのになぁ、俺。今日も生き抜きがないと死んじゃうっていう人々が多いから、今すぐ今日救わないとっていうふうに走ってるけど。ああ、いいなぁ、いいそうだよなぁ、ね。いつか余計は来るって、いいなぁ。ゆとりのある人の言葉だな、いいな、羨ましいそう。な。それ清水さんのゆとりがあるじゃないですか、私よりはるかに。いや、ないです。何倍もゆとりがあるじゃないですないか。です。ありなんまでせん。ないの？ありません。ありません。私にはゆとりはありません。なんでないの？おかしいやん。そうやな、まあ寿命も一応私の方が多分、それから長あく生るきし、る 時間、まあ、お貯金も金も安いっ富さぱいあんよるりも持っし、てるね。何がないというのを言って。あと、体は健康ですね。
何がないっていうね。ん。未来もうが言うなだいんでけ。すよ、未来変が。でおかしいやろ、これ。おかしいって、いそれや、は。だから、選挙で少しでもマシにね、な方向で時間稼ぎせなあかんわけですよ。けど、それをするにはやね。まあ、あとは、本を売るためにですね、ちゃんとトークショーとして成り立たせないとダメなんです。トークショトークショー。うん。ね、選挙という題材を使ってですよ、トークショーをするわけじゃないですか。ー。してるやん。ね、で、ちゃんと野球の試合みたいに、自民党が勝つのか、それとも負けるのか。いや、立憲民主ここまで頑張ってるぞ。いや、こんなポカもしたな。いや、れいわ新選組も頑張ってるな。いや、日本維新の会こんな嘘ついたぞとかっていうふうなんを、こう、ワイワイ楽しまないと。ね。でも、で、ワイワイ、お、どうなるかな、どうなるかな、どうなるか、ほんで、日本の未来どうなるかなって言ったから、でも、選挙とかね、どうなってもどこにしても一緒やから、プーみたいなこと言われたら、しろけんのこの人ってなるやないか。そんなこと言ってないよ。言うてる言うてこる。のなんか選挙をめぐるコミュニケーションに絶望するわけです。絶望。毎回。もう今日のサムネのタイトル決めた。絶望は贅沢品。うん。絶望は贅沢で、そんなこと言うね。品。絶望は贅沢品。もういい、もういい、もうね、もう、ペンペン草が生えないぐらいダメになって、もう、それからもうみんな焦ったらいい。もう、しゃ、もうしゃ、もう、もうしゃ、もうしゃ、疲れた。もう疲れた。もう清水さん、ちょっともう疲れたモードです。なかなか、頑張ってきたよ、俺。うん。頑張ってきた。まあ、選挙って最大の盛り上がるネタなんですよ。盛り上がっでもなんかね、て、参院選があること知らん人多いらしいよ。いや、どんなどうでもええよ。そんなうちのお客さんじゃないよ。うん。うちのお客さんに向けて、ね。ちゃんと盛り上がらないと。盛り上がるコンテンツを投入しないと。もうにもうもうもうでももうなんかもう絶望する気持ちはわかる。わかる。あ、じゃあ、まあ、そもそもシステム的にさ、まあ、ずっと言ってるけど、その近代国家システムの重要な装置ですよ、選挙というのは。いや、そうだよ。で、まあ、例えば近代国家システム出来上がった時の一つのベルクマールとしては、まあ、フランス革命後のさ、ごちゃごちゃいろいろあって、ナポレオンなんとかあって、フランス大統領選挙、第1回目の皇帝を追い出して、ナポレオンも追い出して、第1回目の大統領選挙、まさにそれはその、なんちゅうの、近代における最初の本格的な選挙じゃないですか。誰が大統領になったんです。近代？フランス？フランスの初代の大統領。大統領でしたっけ？大統領。ナポレオン選じゃな挙かっでたっ選ばれけ？たんですよ。ナポレオン系じゃなかったっけ？フランナス。ポレオンの甥や、そうナね。ポレオン3世な。で、なんで当選した急にって言ったら、そのナポレオンっていう名前で当選したんですよ。誰も知らない、どんなやつか誰も知らんわけ。いやもういアいメリカ、じゃイギリないスに亡命の。して警察官になったり、なろうとして、落とされたりしてたやつやからね。で、なんかいきなり選挙あるからって帰ってきて、国会議員立候補したらいきなり通るしさ。で、また大統領選挙でさ、通って大統領になって、で、それですぐにクーデターを起こして皇帝になってるんですよね。それが栄えある、民主主義の母国とも言うべきフランスの最初の本格的な選挙、もう大あ統れも領選ダ挙。メ、これもダメ、民主主義もダメ、選挙もダメ、もう飽きた、飽きた、もう飽きた、そういう話飽きた、そういうもんもう飽やきた、ね、そもそも。飽きた、飽きた、もうそんなんで、もうこれでダメやっけ、これもダメ、あれもダメ、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 ダメ
明日電気代が下がってほしいの。明日玉ねぎの価格が元に戻ってほしいの。え、なわけないでしょ。いや、だから、なわけないけど、うん、なわけないっていうふうに言って、でも選挙もダメ、民主主義もダメ。お前らそんな歴史と勉強も知らんのか。まあ、もう疲れた、もう、そんなばっかり言うててもしょうがないもんだって。東京は1位が朝日健太郎で2位が
おにゃんこクラブかなんからしいですね。行く、いないね、行く、みね、なんていうのあれ。なんかわからんけど、なんか、な、いやー、これ大日本帝国の頃に、おにゃんこクラブが 出馬、勝ちそうってなったら、多分明治天皇とか発狂じゃなっちゃうかなっていう。今日ちょっとこれ、いくらでもよくなっちゃうのって、怒ってたんちゃうかなって、俺思ったけどね。まあ、ですも、ごい。いや、この人もすごいよ。なんかスピードアのンケー今井ト、絵理子さんもいるあるやん。アンケートあるやん。この問題についてはどう思いますかっていう。全部無回答で。で、憲法改正だけ賛成っていうのああ、もうでもね、そうい出うてましたの、ね。そういうのもさ、こういうと必要な人に、いきなり2位になりそけしからんね、けしからんねとかって言ってられるのも、もう、う。うん。贅沢品なんですよ。なんでよ、なんで経済作品やの、それが。いや、だからそれ、だからもうダメだったらそれなんとかするって考えないと、どうすんの？落とす方法。東京都民にいきなり税を近づけるんですか？今すぐ愚民に延長を授けてみせ。これはこれは逆襲のチャ逆襲のシャアですね。さっきのギレン・ザビアですね、WO80、WO70、違うわ、WO80、そのぐらいの、ちょっと逆襲のシャア、時間が進んだ、時です。逆襲のシャアはーン。これ劇場、WO80 な。映画だけ？そう逆襲よ。のシャアって映画やね。そうよ。だ逆から、まあ、襲の続シ編ャアのは続編ぐらい？宇続宙編の世続編紀、ぐらい？いくつだったかな、宇宙世紀で、行くと。6年後かなんかやったじゃん。いや、もうちょっと後じゃなかったもうちょっかと後。な。宇宙世紀0093。予算。え、ガンダムあれ何年？一年戦争は0079。79。14年後です。14年後ね。はい。ね。でもこれができたら、今すぐ愚民どもに英知を授けてみせればですね、選挙結果を変えられますよね。じゃあ、絶望するんだったら変えてくださいよ。なんでやの、逆やろ。変 えられるんやと、絶望せえへんわ。で、絶望、じゃあ、なんかか、じゃあ、アクシズでも落としますか？それもせえへんと、なんか、絶望や、うんな意味ないわ、とかって言って、ご飯食うてなあかんのよ。何のことか分からへん。あかんの。ここに希望を持ったら余計にやむよ。いや、だから、それもわかるよ。だから、システムの話してるわけでしょ。でも、そうそう、今日困システってるム。んですよ、今日。そんなこと言ったって知らんやん、知そんな。無理らんややん。んっどんてな選言う手、たら、私もうどうし、知らんや私んっどてんな言う選んやっ手ですたか。ら、知らんやんって言うんやったら、お祭りとして楽しんだ方がよっぽどええっちゅうに。その方がよっぽど本売れいや、る。そこにさ、いきなりもうこのか、なんかその、なんかその、ジオンになられたら困るやん。は？え、ね、何になったら困る？そう、ぎ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 
んも。岸田さんが言うたやったら面白いよ。自民党になるよりマシやて。岸田さん世代違うから。ガンダム多分子供の頃世代じゃない。でも吉村さんが言ったんだったらまだ突っ込みどころがあるじゃないですか。ほらね、やっぱり維新はファシズムじゃとかって言えるけどさ、うん、立憲民主党の泉さんが言ったら困るよね。困るよ。盛り上げ、どういうふうに盛り上げたらいいか一生懸命考えるとですね、うん、困っちゃうわけですよ。一生懸命考えんでええねん。一生懸命考えんでええから。そうわけじゃないですか。はいはい。まあシステム、そのシステムで、しかもそこのその民主主義というのはさ、うん、そんな、所詮ガス抜きやけどね、ガス抜きがあるから社会を持つんだし、うん、何にもないよりはマシだよねというふうに、うん、言うなら、うん、まあまあいいわな。そうですよ。だったら一生懸命ガス抜きましょうよ。うん、でプシューってガス抜いてるのに参加してですね、
ね、ガス抜いたらガス抜いたらあかんねんよ。ガスは溜め込みたいわけですよ。だからガス溜め込んで、でも圧力高まってる時に「ふざけんな!」とかっていうふうに言って盛り上がるんでしょ。それにガスが溜まってるからこそ、だから変革のエネルギーが出るんだけど、うん、ガス抜きをしてしまうとですね、変革のエネルギーにはならないんですよね。じゃあ変革する方を考えてくださいよ。どうしたらいいの？もうだから議会が多分一つの方法はもう自民党圧勝、うん、公明党がもう合唱して憲法改正とかにガーッと進んでいきますよ、これは。うんうん、でそのプロセスで軍事費も増えてさ、で生活どんどん悪くなっていく、うん、みたいな状態、うん、で226事件勃発ぐらいの感じ、なんかそのぐらいでないとガスってたまらんのかもしれんね。あ、じゃあことはやっぱ贅沢なんだ日本人みんな贅沢なんだ。どういうことなんかよく分かれへんねんけどね。まあ、いいんですよ。マジやばいでしょ。マジやばいよ。今の状況。マジやばいんやったら、なんかマジやばいとこにさ、具体的に今すぐ効果の出る方法が必要なんですよ。うん、必要だからいろいろ考えていいとこですね、うん。残念ながらそういう才能はないんですかね。ね、そしたら2世紀ぐらい先の話ぐらいみたいな意味ないから、死んだ後にベストセラーになってもいいんじゃ、入ってこねえんだよ。腹立つな。もうちゃんと未来のことを考えて印税よこすよな。100年後にこの YouTube が1億回再生とかされてても意味ないじゃないですか。著作権っていう概念も切れてですね、もうなんか言うとあったらそうなんや。でこの人どうなったんですって、うん、何にも聖戦は何も評価されずな、うん、なくなっていったとか、やんじゃないですか。大体偉い人そういう感じ、スピノザとかな。嫌だ、そういうのなりたくない。もうスピノザみたいになんかなれるのもう贅沢や。スピノザだって応援されてたし、スピノザ贅沢なの。いや、応援されてたよ。応援されたけど、まあ、最後はどこか栄養士市長みたいなんでやめるで死んどるんですよ。うん、あ、スピノザ 40ぐらいで。スピノザは早く死んだね。かわいそうやな。なかなかね。でもまあとにかくその、これはどうしたらいいのこの、うん、立憲民主党の党首がガンダムのファンでありながらガンダムのストーリーを理解していなかった事実が露呈してしまった今。アホなんですもん。泉健太アホなんです。何をしたらいいんですか一体。泉健太アホなんです。立場をはっきりさせる必要がある。まあ、エンディングでやっぱり蓮舫に撃たれるのかな。スリアタビディ。兄上も意外とお甘い。ピシュッて撃たれる。でその蓮舫は最後シャーズナブルになんかバズーカ砲で吹っ飛ばされるわけですよ。誰シャーズナブル。シャーズナブル誰やん。山本太郎か。誰やねん。山本太郎か。ちょっと違うなキャラ。シャーアズナブルポジションはいないです。だってジオンズム大君の息子ですよ。民主党を一緒に作った系譜じゃないとダメなんで、うん、前原誠司か。前原誠司シャーズナブルか。いや違うやろ。うどう考えても違うよな。違う、うん、ちょっと無理がありますね。無理がある、うん、無理がある、無理があるけどやな。じゃあまあこのガンダムネタぶち込んできたのびっくりですけどね。大外しで。大外しやで。平野正門じゃなかったら平野正明、うん、の部屋にもガンダム置いてありましたね。うん、置いてあるよ。うん、ウェブ 3.0 を推進する自民党の議員さん。あれだね。つまり、まあ、これガンダこれ平さんにコメント求めてないんちゃう？岸田 VS さんのガンダムネタはギレンザビですね。うん、岸田 VS ギレン、うん、人体ダミー VS ギレンザビ、うんうん、せっかく私が一生懸命さこういう図を作ったけど
全然これツイッターしても誰も見てくれへんねんけど、どういうこと？いやだからあのフィードバックしましょうよ。ね。フィードバックしましょうよ。なんでこんなに強い絞っているのに。いやだからあのそんなこと言ったら官僚だって答弁書書くのに知恵絞ってるから、フィードバックしましょう。ね、この緊張感それとは違うでしょ。それといやいやいやだからそれとは違う、それとは違うかもしれんけど、でもだから効果がなかったんだったら変わらないとダメじゃないですか。あれは効果があるじゃない、具体的に。いやこれだからこれ人体ダミーやっていうふうに言われてもう分からんから分からんから、分からんネタ一生懸命説明しても意味がないって。なかなか難しいな。何ならいいんだろうね、何を何と言ったらいいの、人体ダミー運転手っていう、人体ダミー運転手っていう以外の何があるかな。もういいよ、でも本当に結構怖くない？うん、怖いんだったら、だから怖いんだったら考えてくださいよ。止めないと岸田落とす、岸田引きずり王さんってやばいって、うん、マジで。すごいよね、やっぱりね、あの緊張感を持って中止攻撃はやっぱり。うん、そうなの。そうなのよ。わからんかってん、人体ダミー。しょうがないやん。人体ダミー通じへんね。なんでやねん。みんな見たことない。通じへんなよ、人体ダミー。何なら通じるかじゃ。いや、私、前回送りましたよね。あの、YouTube の撮影について気をつけているポイントっていうのを。おいおい、奥田はもうあれをすむ、もう、けんけん服用して遵守してますよ。いや、絶対、うせ。絶対うせ。で、私が YouTube で撮影で気をつけていることの、3番、知らない人の名前を出さない。我々にとっては有名人でも、一般の人には全く知らない人を出すと再生回数が下がります。例えば、身内。身内出しちゃいけません。人体ダミーは人体ダミー、身内が。次、共産党の小池さん、維新の音喜多さん、足立さん、この辺りですら多くの人は知りません。人体ダミーは該当しないじゃないですか。人体、いや、本気でそれ言ってんだな。本気でそれを言っているのか、わざと。みんな見たことあるでしょ、みんな見たことあるでしょ、あの、交通事故の実験の時に座ってる人。うん、じゃあ、人体ダミーについて語りますか。いや、なんでそれが通じへんのか分からへんだけど。ね、なんでそれが通じひんのか分からへんからっていうふうに言ってるんじゃなくて、あのなんでそれが通じひんのか分からへんのかっていう状況に対して、理解をする必要はないです。通じないんだったら他のこと喋りましょう。うん。うん。だって人体ダミーが通じる方がいいですか、安富さんは。いや、人体ダミーが通じないのはかなりショックだったので。うん。でもしょうがないじゃないですか。でもそれはまあ、しょうがないじゃないですか。うん、みんな知ってるはずなのにね、なんでやねんね。例えばでもスムーズクリミナル、マイケル・ジャクソン。知らん、俺が知らん。え、マイケル・ジャクソンのスムーズクリミナル知らない。知らん、知らん。めっちゃ有名な歌ですけど。そんなこと言われても。アニアユコーケーって、アニアユオーケーってやつです。でもそれは、まあ、めちゃめちゃヒットした作品だけど、うん、そのアニっていうのは、あの人工呼吸の呼吸を練習する人形者があるじゃないですか。あの人アニーさんなんですよ、うん、それがテーマなのね。だから人工呼吸器、人工呼吸練習用人形の歌は全世界的に大ヒットした。いや違いますよ。何？違う、マイケル・ジャクソンがあの人体ダミー使ってたらヒットしたでしょ。まあ、それもそうだ、うん、しかもあれ歌やし踊りつきや、うん、歌と踊りがいるんやな、ね、歌と踊りがあります。じゃあ安富さんは歌をマイケル・ジャクソン並みにして踊りをマイケル・ジャクソン並みにすると、そうすればもう大ヒット間違いない、うん、解決策出ました。これでどうですか。できた。いやちょっと無理やな、うん、遅かったでしょ。もうちょっと早かったらよかった。無理でしょ。もうちょっと前やったら練習してんけどな。手持ちの札でなんとかするしかないんですよ。手持ちの札になってもそれしかないね、うん、そうするとやな、
この選挙というこのネタで何があるか。もう疲れてきた。うん、疲れてきた、疲れてきた。うん、もう疲れてきた。うん、だっでもまあて。基本的にでもあれなんですよね、本当ね、公職選挙法っていうすごいわけのわからんものがあって、あれは共産党とかが伸びないようにするためにですね、いろいろ変な縛りがあって、びっくりするけど、広大な参院選の選挙でさ、選挙カー2台までとかって意味分からへんやん。どないせいっちゅうねんって感じやん。ああいうルールで縛ってあって、しかもですね、選挙が始まったら、好きに報道したらダメとかっていう、それめんどくさいからテレビ局は一切報道しなくなるっていう。だから、選挙期間になるとですね、私が出た時のテレビ欄をある人送ってくれはったんやけど、見たらですね、参院選のニュースがどこにもなくて、深夜のところにちょっとだけあるんです。参院選のネタが。深夜2時ぐらいにちょっとだけあって。こう綺麗に消えるのね、政治ネタが、選挙が始まると。そんな恐ろしい国ないよね。ないな。もうほんま。まあだから、ある意味、だからそれはつまり、選挙の話をしているだけで、優位なんじゃないですかね。有利？政治の話を選挙期間中にしているだけで、情報優位がある。そうね。テレビには一切出ないんだもん。社会の大きな問題とかに関する報道とかなくなるんですよ、一切。選挙の結果に影響があるようなことをテレビで流すなんて圧力がかかってるので、テレビ局には。報道されなくなるのね。そうなるの。まあそういうふうに法律ができてで、るね。それで、唯一やるのはさ、世論調査でさ、どこどこが有利とか、自民党、公明党で過半数の勢いとかって、選挙についての報道だけがなされるんです。その社会の問題とかについての報道はされなくなるんですね。で、それで、その間ずっと選挙のことを取材しといて、開票速報の後にですね、ダーって流すんです。私のところにもなんか、ずーっとなんかテレビ局の人来てはったけど、これどうせ選挙終わってから使うんやろって言ったら、はいとか言って、もう取らんでええやんとか言って、どうせ落ちねえから、みやれやれ。たいな。ほんで結局何も使われませんでしたけど、その映像は。凄まじいんだよね。困ったもんだ。これを、こ、これ、まあ、YouTube、インターネットっていうのはそこを切り、そこにはその制約かかってこないので、だから、いくらでも言えるじゃん。言わないといけませんね。だけど、もう終わってんねんろ？何が？民主主義も選挙も。まあ、基本的には、だから選挙始まると情勢変わらないように選挙制度ができてるので、選挙始まるまでが勝負っていう、謎の選挙なんですよね、日本の選挙は。まあじゃあそれが、まあ仮に正しいとしてですよ。まあ正しいんでしょうけど。でも、とはいえ、だからってうちらがその期間に選挙を取り上げないっていうのはまた別じゃないですか。それはないですよね。でももう絶望してる暇じゃないのよ。もう。で、そんなん、んでそこまで絶望するんですか、そんなことぐらい。もう絶望してそんるな暇こじゃとはない毎よ。回分かりきってることじゃないですか。いや、だからもう、いや、もうなんかもう疲れてきたなって。今更別にそんなことへこまんでもいいやん。いや、へこんでるというか、なんか、もう疲れたなって。もうちょっとこの形で本売るのも疲れ気てき楽たに、なって。まあ無理、モデルに無理があるね。モデルに無理はないまあ、ですだっよ。てしょうがないやん。だってしょうがないじゃん。だってそこにそういうことしか書いてないねんから、こういうだって。だから、安富さんが売れるためにちゃんと買ってくれたら、ちょっとでいいんや、それは。何をしたら、何をしたらあいい。なたの賢い脳みそで考えるから、ちょっとでわかるけど、考える気がないんですよ、もう安富さん、あなた。考える気がないでしょ
いや、ちゃんと考えてるよ。ああ、いい。で、一生懸命考えて、この人体民の絵を使いたりとかしてるじゃないですか。まあね、うまくいかない、なかなかね。努力の方向性間違えてるから。努力の方向性間違えてるから どうしよう、ら。何にしよもうちょっと私も疲れてきたんで、もう、う。安富さんが、1%でいいから、手伝ってくれないと、手もう、伝ってるやん、毎日こうやっいや、だて、から、毎こ日の、手伝毎って日、毎日やっている、これを、ちょっと変えなあかん。変えなあかん。何を、どうしたらいいの？前からちょっと言ってんねんけど。立場を明確にしたらいいの？明確にしたら今、ギャグですよ。私が言ってギャグですよ。ギャーグ。というわけで、今日のさ、これ、サムネ作ったよ。はい。どうですか？このやけくそ感漂いませんか？これ。よいしょ。これ。ギレンザビ。岸田 VS ギレン。日本絶望の参院選。民主主義はすでに終わっているぞ。これはすごい、いい、素晴らしい。でも予言しとくけど、多分再生回数少ないと思うよ、今日そう。まあ、そうやろな。誰もこんな見たくないわな。我々が喋りたい内容なんか喋ってダメなんですから。視聴者が求めることを喋らないとダメなんですから。視聴者が求めることね。さあ、視聴者。じゃあちょっと次でやってみるか。試しに。視聴者の様子を緊張感を持って注視してやる。そうね、ちゃんと、はい、私も。うん。こういう、多分ね、緊張感を持って。緊張感を持ってって、私、こうやってプリントアウトするじゃないですか。緊張感を持って、だからってね。で、やすとみさんは音声だけなんで、ショーとして成り立ちにくいんですよ。あ、そりゃそうやね。だから、マイケル・ジャクソンの服装を着て、毎回、ちゃんと動いて登場するっていうのはどうですか？ちょっと無理やな。じゃあ、普これ、通まあ、に。この育児環境では。だったら、もうこちょこっにもと、今、赤ちゃんのもうちょっ抱っこしとながら考喋っえてないるので。と。他にも、絶望してる場合じゃないんですよ。ね。よいあしょよいしょ。あ、まあ、というわけで、本日の、ジークジオン。はい、ジークジオン。ジークジオン。そういう感じですかね。ちょっとね、この、今朝、まあ、このニュースを見たら線が抜けてしまいました、やっぱり。いや、わかるよ。一生懸命溜めてた水が抜けてしまって、なんか、どないしたらええねん。まあ、せっかくなんでね、したらええねん。ガルマがなくなって、ガルマって誰よっていう話もね、必要なんそうですけね。ど、それはギレ ンガの、ルマは誰ですか？弟で。弟で、割と良心的な人やな。割と良心的な人なんだけども、シャーズナブルの陰謀によってですね、殺されてしまった人なんですけども、その時の演説、ね、この悪党のギレン・ザビがですね、こう言うてるわけですよ。なんというふうにね、演説をしたか。このシーンをこう言ってるわけですよ。泉さんは。じゃあ最後にこれをちょっと皆さんにお伝えしましょう。我々は一人の英雄を失った。しかし、これは敗北を意味するのか否、始まりなのだ。地球連邦に比べ、我がジオン国力は30分の1以下である。にもかかわらず、今日まで高台に浮いてきたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ。これは諸君らが一番知っている。我々は地球を追われ、宇宙移民者にさせられた。そして、一握りのエリートらが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して50年余り。宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたか。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のために、戦いを神が見捨てるはずはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ？坊やだからお、さ。坊やだからさ。で、シャアがこう言うわけですね。新しい時代の覇権を選ばれた国民が得るのは歴史の必然である。ならば、我々は襟を正し、この戦局を打開しなければならぬ。我らジオン国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。優良種である我らこそ人類を救い得るのである。ジェイク・ジオン。
これの文脈で流された部分をですね、盾を国民物価を怒りに変えてって、これちょっともう泉さん。もう知ったばっかりやろ、やっぱ。これあの、スター・ウォーズで言うと、あの、ダース・ベイダー側の意見ですからね、これ。それを。帝国が、帝国や、悪の帝王やな。悪の帝王のセリフ使ったらあかんや。あかんよね。まあ、ちなみにあの、これ、あの弟はこれロンベルやな。え？ロンベル？ロンメルやな、ロンメルやな。弟がロンメルってどういうこと？この弟の何やったっけ、このガルマ？ガルマ？うん。これロンメルの国葬とかをイメージしてるよね。ロンメルって知らんよ、ほとんどの人。え、知らんの？まあ、ドイツの偉大な戦車部隊の将軍ですけどね。うん。それはあの暗殺計画に関与したっていうので、あの自殺させられた、自殺させた上に国葬にする、ヒトラーが。うん。うんうん、でそれでその英雄の死をですね、その戦意を高める、盛り上げようとして使ったんですけど、うん、それを踏まえてんだよな、これな。うん、なぜアムロ・レイの名言を使わなかったんだろうな。いっぱいあると思うんだけどね。はい、まあそうね。主人公側のアムロ・レイの。いやアムロでもちょっと情けないよね。情けないけど、情けない感じするじゃないですか、泉健太さんも。いや、そこ以外でね、バレエ中二病やな。うん、いや、だから、あの、アムロ、行きまーすってガンダムで言うセリフ、泉、行きまーすそれでいいよね。まだ、たかだか、メインカメラをやられただけだ、私たちはまだ頑張るぞって。そうそう。みんなの帰るところを僕は作りたいんだよっていうふうに。巡り合いちゃんとそっちをくれ叫んでほしいかったな。そっちで行けばよかったのにな。なんでなんでよりによって好きやったんやと思うよ。好きやったんやろ。うん、ねだから本当はだからあの総帥になりたんやと思うね。いや総帥になりたんやろこれ。いやー多分我が忠実なる立憲民主党員たちを今や自民党員の半数が我がソーラーレイによって宇宙に消えたとかっていうふうにこう言いたかったんやと思うだからコロニーレーザーで焼き尽くしたかったんだよ自分の親父がというわけで、こういうふうにですね、本人こいつ動くぞな、それな。本人たちがこの、おだてないでください本人たちがこの盛り上がるネタで喋るとですね、予言しとくけど、あんまバズらへんで。最後に、なんていうふうにツイッターで。アムロ行きますって言っときゃよかったよ。最後、ツイッター。ほんとね。うん。ああ、メインカメラ。だから、メインカメラやられてたけど、立憲民主党まだまだできるっつって。最後、ジオング大打ちになったみたいにラストシューティングして自民党を倒すぐらいの気概を見せてみろよ。え、というわけで、今日はもう、おかしすぎる。情けないやつみたいな。はい。エゴだよ、それは。多分、親父にもぶたれたことないですよ。立憲民主党。親父にもぶたれたことがないと思います。はい。二度もぶった。はい。今日も読書。もうなんだかよくわかんねえや。疲れた疲れた。じゃあね。